年9月に発生した御嶽山の噴火に続き、神奈川県の箱根山でも噴火警戒レベルが引き上げられるなど、全国各地で火山が活発化しています。ということで、ちょっと本当に心配なんですけれどもね、うん、はい、今日のニュースのツボ、この火山についてということなんです。噴火警戒レベルというのがね、うん、今こう言われてます。レベル2に引き上げられました箱根山、うん、これは連休中の5月6日ですね、はいはい、気象庁によりますと、今後小規模な水蒸気噴火が起こる可能性があるということで、まあ、地元の観光や行政の関係者が安全対策に努めています、うん、でここで今言われております噴火警戒レベルというものなんですけれども、これは何かと言いますとですね、うん、2007年に気象庁が導入した火山の活動の状況と防災行動の5段階の指標なんですね、うん、で、1からだんだん数字が5まで上がっていくと危険度が増してくるというものなんですけれども、噴火警戒レベル1、これはね、どういうレベルかというと、住民や登山者らに特別な行動は求めません。ちょっとなんかこう動きがありますよ。でもまあ、特に何をしろというような、した方がいいですっていうようなことはまあ、ないですけ、ないというかまあ、求めないというのが、警戒レベル1です、はい、で今回そのレベルを2に引き上げましたということなんですけど、この2というのは火口周辺に影響が出ているため、うん、登山では火口周辺には立ち入らないように規制するというのが噴火警戒レベル2です、うん、だからまあニュースなんかでもそういうふうに今言われてますよね、うん、はい、ここで改められました。過去に噴火した火口のある大涌谷が立ち入り禁止となっています、うん、でこれがもっと引き上がって3になると、うん、居住地域の近くに重大な影響が出るとされまして、登山者には入山規制が行われます。2の場合は火口付近に行かないってことですけど、うん、3になってくるともう入山そのものに規制がかかります、うん、はい、でさらに4ですね、4ですと今度は、住居地域に重大な被害が可能性が出てきた時というのが4になります。で、住民避難準備、これ始めてくださいとか、急に避難が困難な人はこの時点で避難を開始してくださいとか、登山者だけではなくて、その周辺地域の住居、住民の、被害ってことが考えられてきますので、避難とかそういう話が出てくるのが4です。で、この噴火警戒レベルの一番最大級ですね、1から5までですので、これはもう住居地に重大被害ということで、すべての人が避難するレベルになると、この噴火警戒レベル5というのが言われます、はい。というのがこの噴火警戒レベル。今、箱根山は噴火警戒レベル2です。さっきも言いましたけれども、火口周辺には立ち入らないようにという規制ですね。はい。で、日本火山国って言います。火山いっぱいありますけれども、うん、結構このね、噴火警戒レベルで当てはめていくと、うん、レベル2とか3とかに指定されているところがね、うん、多いんです、うん、あるんです結構、うんうんうん、でレベル2が、福島と山形の県境にある吾妻山、うん、群馬県にある草津白根山、うん、それから三宅島、うん、熊本の阿蘇山、鹿児島の霧島山、うん、鹿児島の、諏訪の瀬島、うん、そして、今、神奈川の箱根山が2に引き上げられましたね。結構あるんですね、うん、でレベル3もあるんです、うん、これはもう御嶽山今レベル3ですね、うん、はい、それから、桜島、鹿児島の、うん、それから、屋久島周辺の口の選ぶ島、これレベル3になっています、うん、でこういった警戒レベル2とか3とかっていう山火山の周辺では火山性の地震やっぱりね、最近増えているというふうに言われてますね、うん、でそれに対して火山噴火予知連絡会会長の藤井さんという、これ、東大名誉教授の方なんですけど、こういうことを言ってます。東日本大震災がきっかけで、火山活動が活性化したんじゃないかっていう見方もできるんだけれども、逆に、そうではなくて、大震災そのものが、もうその地中の状態が不安定になって、それで起きたんだっていうふうに見ることもできるし、もうどっちか。ここはまあ、まだか分かんないなってことでしょうかね。どっちも見方としてはあるかなということはおっしゃってます。それから、長野県北部や新潟県で最近起きた地震の状況っていうのは、大地震が頻発した、大地動乱と呼ばれた平安時代に似ていると、うん。で、その前後には富士山なんかがね、
次々と噴火して、富士山を含めていろんな各地の火山が次々と噴火したということが歴史上あったんですよね、うん。第一動乱、平安時代、そういうことを言われてた。長野県北部とか新潟県。うん、この状況っていうのはよく似てると、うんうん。で、この先、数十年で火山活動が活発化する可能性は十分にあり、観測体制の強化を含めたあらゆる備えが必要だとの。これは中日新聞の5月9日に載ってますね。はい。じゃあ富士山もこの中に含まれてる。ちょっとだから、やっぱりその過去のその火山の歴史みたいなものを見ると、ちょっとこう活発化している、活発化のその、うん、こう波に入ってきたのかなっていうようなことも考えられるということですね。で、箱根山についてなんですが、箱根山は50万年前から火山活動があって噴火を繰り返していました。で、3000年前の噴火で山が崩壊して川がせき止められて芦ノ湖ができたりしてるんですね。うん。だから、今回、規制されてる大涌谷なんかは、絶えず噴気はもうで、その蒸気とかガスとかはね、もうずっと出てましたし、それから仙石原の出現もこの3000年前の噴火でできたと。やっぱその火山ね、噴火地震もそういったところで生まれてきてる、まあ、あの土地というようなことは昔からまあそれはそれで確かにあったんだけれども、うん、ということなんですね。縄文人はこの姿を見てたんですよね、うん、爆発するようなところをね見てたね、うん、そういうのもあったでしょう。で、2001年に6月から9月の2001年の6月から9月の間に1万5000回以上の群発地震があって、で2011年、これは東日本大震災の年ですけど、この直後とか2013年にも地震がやっぱり多く発生する時期があったそうなんです、うん、で、2013年には新たなその噴気地帯っていうのままバーッとこう蒸気とかが出てくる、そういうところも出現しているということで、まあ今もね火山性地震多く起きています。で、震源の場所などを特定した結果、小規模な水蒸気による噴火もあり得るということで、ちょっとこうやっぱ活発化してるなって言って警戒レベル上がってるそうなんですね、うんうん、で、私たちが特にちょっとそれで気をつけなきゃいけないのは、これももう最近言われてますけれども、今回の警戒レベルの引き上げ、やっぱりあの一部さっき言った火口周辺の立ち入り、しかも大涌谷のということなんですね、うんうんうん、で、ただ箱根山って言うともう箱根全体がっていうイメージにとらわれちゃってる部分がやっぱもうすでに出ているような状況らしくって、周辺の観光地は全く問題がないんです。もちろん大涌谷は、規制されていますので、卵とかは食べられない。真っ黒な卵美味しいんですってね。噴気で茹でたという。はい。食べられないんですけども、ま、で、地元の温泉業者も温泉引くパイプのチェックに行けないので、こう、ちょっとこう、その辺の影響が出るかなっていう部分は確かにあるんですけれども、うん、でも他の箱根の名所で、例えば箱根湯本とか、芦ノ湖とか、強羅といったね、うん、箱根って言ってこう浮かぶような、ああいう観光地は全く問題がないということで、観光シーズンね、ゴールデンウィーク、まあ過ぎましたけれども、こっから先でもね、やっぱこう、いろんな観光に訪れる人たちも増えてくる時期ですので、そういったところが、ああ、もう全部ダメなんだって勝手に思って、こう、行かないでおこうっていう風な気持ちにならないようにということで、いろんなホームページなんかでも、地図の載せ方変えたりとか、観光業界の方々も努力しているらしいですけど、私たちもね、ちょっと冷静に、あ、その辺のところは大丈夫なんだっていうことはしっかりと捉えていかなきゃいけないなと思います。僕らはね、去年御嶽の、あの噴火の時に、はい、僕らはゲロの方をずっと観光してましたが、はい、何ら問題なかったですもんね、あの時は。救援隊がゲロの方からみたいなのが言うと、うん、ゲロもかみたいなニュースで言われると。ゲロも管轄のところですよ、ゲロ市というところも ね、うん、ね、そうやってなんとなくのイメージで全体的にダメなんだっていうふうに思うと、そうじゃないんですよという、うん、本当にまだ警戒レベル2というのは正しくこう火口周辺に立ち入らない規制ということですので、うん、温泉地観光地そのものは全く問題がないですよってことはね、うん、はい、しっかりと捉えていきたいと思います、はい、ということでありまして、ちょっとでも全体地球がという言い方大げさですかね、うん、いろんなところで火山活動があって地球がやっぱり生きているなというのもね実感をします、はい、ですからこういう情報なんかもきちんと僕らは把握しておきたいなと思います、はい。